お疲れ様です。一緒にお腹を鍛えていきましょう。今日やるプログラムはマリネスの無料プログラムの中の腹筋3日間トレーニングのデイ1です。終わったら完了報告してね。頑張りましょう。お疲れ様です。一緒に立ったまま腹筋を鍛えていきましょう。Smile from
休憩です。あーめっちゃね汗かいてくるね。そうこの後は3分間のネタママのね腹筋をやっていきます。そうこれはねマリネスの無料プログラムの一つなのでよかったら皆さん概要欄ご覧ください。じゃあ次まずは膝を90度に曲げて左右にパタンパタンと倒す動きです。下腹を意識して行いましょう。両手は肩の高さで横に伸ばします。軽く手で床を押さえるようにして肩が床から離れないようにして行いましょう。膝は床につけなくても大丈夫。自分が下ろせるギリギリのところまで下ろしましょう。膝が胸に近くなりすぎるとお腹に力が入らなくなるので膝も腰も90度を意識します。さあ頑張りましょう。次は肘をついて足を自転車のように動かす動きです。頑張りましょう。肘は肩の真下について目線は足のつま先の方を見ると下腹に効きやすくなります。足はなるべく下の方に伸ばしてお腹全体を使っていきましょう。しっかり顎を引くとお腹に力が入ります。頑張りましょう。次は両足を引き寄せる動きです。あと2種目です。頑張りましょう。呼吸を止めないようにしましょう。伸ばすときに息を吐き縮めるときに息を吸います。顎が上がると背中が反りやすくなってしまうので注意。顎は引いてお腹に力を入れます。半分以上終わりました。最後まで頑張りましょう。足をバタバタと動かしていきます。ラストの種目です。頑張りましょう。足は伸ばしきらなくても大丈夫です。床ギリギリまで下ろしましょう。目線は足先の方を向いて顎を引きます。お腹がだいぶ辛いですがあと少しです。最後まで頑張りましょう。アミノ酸とかでもいいと思います。お疲れ様です。次はね9分の足パコをやって内ももちゃんとね腹筋ちゃんをね同時に鍛えていくっていうコーナーでございます。コーナーはーい。ちょっと私もね一緒に頑張るんで皆さん一緒に頑張りましょう。You're my best friendお疲れ様です。一緒に足パカ頑張りましょう。So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless.Dude.
Hey.
despite the blanket and the mat. It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but you sang along and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a bar in the tent, it's 5:30 a.m. Let's be the kids who have been in trouble. Go over old and useless words. What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed the first time. I swear my pain's far away, long gone by now. We've got a fire in the tent, it's 5:30 a.m. Let's be the kids who left get in trouble. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left get in trouble again. That star's got nothing on you. That one's brand new, still it's got nothing on you tonight. We've got a fire in the tent, it's 5:30 a.m. Let's be the kids who left get in trouble again. ので1分間の長めの休憩でございます。みんな汗で休憩中のお疲れ様です。でちょっとねこう休憩の間にこのマリネスプログラムのね説明をさせてください。このねこのプログラム何かって言いますと、登録が不要で、あとはねなんだっけ無料のあのマリネスっていう私たちが発信しているトレーニングの、プログラムメニューになっております。で概要欄にマリネスプログラムの、サイトをね載っけておりますのでぜひご覧ください。で今日やっているのはその、マリネスプログラムの中の、腹筋3日間チャレンジの動画になっております。でこのねやつのねめちゃくちゃいいところが完了報告ができるんですよ SNS で。そうなので皆さんこれ終わったらねぜひね SNS で完了報告してください。私も完了報告するということで次はですね頑張りましょう。2分間の腹筋です。お疲れ様です。一緒に短時間で腹筋頑張りましょう。
やばくない？1日目からちょっとうちら頑張りすぎよね。お疲れ様でございます。次でね、ラストのトレーニングになります。最後はね、あのストレッチを入れておりますので、皆さん、すごいね、めっちゃ熱いわ。さあ、あの一緒にストレッチして最後終わっていきましょう。で、終わったらね、 SNS のシェアボタンでね、完了っていう風にね、ぜひやってみてください。お疲れ様です。一緒に反り腰を改善していきましょう。まずは反り腰のチェックをしていきましょう。膝を立てて仰向けになります。膝は90度に曲げて仰向けになり、リラックスしましょう。この状態で手のひらを腰の下のあたりに入れてみます。手が入らなかったり途中で手が止まる方は正常な腰の状態です。逆に手のひらが奥の方まですっぽり入る方や余裕のある方は反り腰の可能性が高いです。拳がすっぽり入ってしまう方はかなり反り腰なので、これからやるストレッチをぜひ習慣化してください。チェックは以上です。この後はストレッチをしていきましょう。最初の動きは背中でゴロンゴロンと前後する動きです。背中を丸めてゆっくりと行いましょう。両手で膝を抱えて行います。この時小さくゴロゴロするのではなく、腰から背中全体を使って大きくゆっくり動きましょう。背骨を丸めるようなイメージで行います。背中全体をマッサージしてあげることで、この後のストレッチもやりやすくなります。ぜひ一緒にやってみましょう。続いては仰向けで腹圧を入れる練習です。膝を立てて仰向けになりましょう。なるべく背中全体を床につけるようにしましょう。この状態できついジーンズのチャックをキュッと下から上に締めるイメージをして、下腹をへこませます。息を吐きながらぐーっとジーンズのチャックを締めるようにして、吸いながらお腹を緩めていきます。これを繰り返していきましょう。息を吸うときはお尻を軽く浮かせて、背中が床にベターっとつく感じがしたら合っていますよ。じゃあ一緒にやっていきましょう。続いては前もものストレッチです。まずはつま先を立てて膝立ちになりましょう。膝は腰幅くらいに開きます。かかとの上にお尻を乗せたら、肩の真下に手をつきます。この状態で少し恥骨を前に押し出すようにしてみましょう。前もも全体が伸びてくれます。この時にこのように背中が反らないようにしましょう。お腹はキュッと引き締めます。腰を反らすのではなく、前ももを伸ばすことに集中しましょう。反り腰の方は腹筋が弱く、前ももにお肉がつきやすいです。しっかり伸ばしてあげることで体のバランスが良くなります。しっかり呼吸しながら前ももを伸ばしていきましょう。次は四つん這いになり、牛と猫のストレッチです。背骨に意識を向けて動きましょう。肩の真下に手首、腰の真下に膝があるようにして、つま先は寝かせます。この時すでに背中が反りがちなので、背中はまっすぐにしましょう。息を吸いながら斜め上を向いて胸を床に近づけます。吐きながら背骨一本一本動かすイメージでおへそを覗き込みます。これを繰り返していきましょう。斜め上を向く時は背中を反らせるのではなく、胸を動かす気持ちで行いましょう。次は前もものストレッチです。うつ伏せになりましょう。膝を曲げて足首を持っていきます。前ももの伸びを感じましょう。
片手でもいいですし、余裕のある方は両手で足首を持ちましょう。この時、足と手が反発し合うように力を入れると前ももがよく伸びます。曲げてる方の足は上に蹴り上げるようにして、手でそれをぐっと押さえるようにしましょう。前ももの張りがなくなると足全体がスッキリして見えます。太ももでしっかり体を支えられるようになると骨盤の位置も安定するのでしっかりストレッチしましょう。反対足です。うつ伏せのまま足を組み替えましょう。手と足の甲を反発させながらストレッチをします。前ももがしっかり伸びてくれることで、反り腰の原因である骨盤の傾きが正常になります。うつ伏せでやることで腰も反りにくく、適度に負荷をかけやすいです。反り腰の方は腹筋の時に腰を痛めてしまう可能性があるので、ぜひ今回のストレッチを腹筋前にもやってみてください。続けると動きやすさを実感すると思います。続いては骨盤とお尻のストレッチです。体の正面で足を組んでいきましょう。膝の上に膝を乗せます。両方の膝が体の中心、おへそのラインに来るようにしましょう。足の甲は寝かせます。この状態で息を吐きながらゆっくりと上半身を倒していきましょう。お尻と骨盤周りのストレッチです。骨盤周りの筋肉が硬くなると姿勢が崩れやすいです。このストレッチは反り腰だけでなく、生理痛がきつい方や骨盤の歪みを感じている方にもおすすめです。肩の力は抜いてリラックスして呼吸しましょう。反対側です。体の中心に膝が来るようにして膝を重ねます。体を倒すというよりは胸を太ももに近づける意識で上半身を倒しましょう。お尻全体や足の付け根のあたりの伸びを感じます。バランスの良い整った体は憧れますよね。姿勢が整うことで立った時の印象も変わってきます。自分のことをもっと好きになれるように一緒に頑張っていきましょう。さあ、もう少し続けます。最後のストレッチです。最後は足をひし形にして両手を内側から入れて倒れ込んでいきましょう。足は大きめなひし形を作ります。膝下から両手を入れて肘を床についていきます。届かなくても大丈夫ですよ。股関節周りのストレッチです。この時も無理に前に倒れようとするのではなく、胸を床に近づけるような気持ちで行うとストレッチが深まります。骨盤や股関節をしっかり整えることでバランスの良い体を目指したいですね。見た目だけじゃなく必ず体調にも変化を感じてくれると思います。誰のためでもなく自分のために自分をいたわってあげましょう。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でございました。いかがだったる、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。これがね、マリネスプログラムの、腹筋チャレンジ3日間のデイ1でございました。じゃあ皆さんね、一緒にね乾杯しましょう。じゃあお疲れ様でした。乾杯。おいちいでございます。お疲れ様でございました。ぜひですね、皆さんこのマリネスプログラム登録不要で、無料のものになっておりますので、もうサイトをねポチってやれば、私たちの方で組んだトレーニングメニューっていうのがね、いろいろと試せるサイトになっておりますので、ぜひとも概要欄の方か
から何回も言ってごめんね。概要欄の方からね見てみてください。今やったのは腹筋のプログラムだったんですけども、それ以外にもお尻3日間とかヒット7日間頑張るプログラムだとか、二の腕足、あとは初心者向けだとか、あとはちょっとね負荷が高くやりたい方向けとかね、とにかくねいろんなプログラムを用意しております。そして一番私たちがね効果が出やすいかなっていう順番だとかメニューっていうので組んでおりますので、よかったら本当にやってみてください。でこんな感じで終わりますとですね、シェアボタンがございまして1日完了報告っていうのができるようになりますので、皆さんねこの動画をやったということはデイ1完了でございますので、よかったら完了ボタンを押してシェアしてみてください。でこれはね3日間プログラムのデイ1なので、ぜひよかったら明日明後日とね次のプログラムをまたやってみて完了報告してみてください。でこのプログラムは本当にね視聴者の皆さんからのお言葉で作りました。なので本当にタクトレがやりやすくなるように今後も私たちアップデートしていきますし、プログラム自体もどんどん増やしていこうと思いますので、よかったらねスマホのホーム画面にねこのマリネスプログラムを入れる方法っていうのもこんな感じで載せてございますので、ちゃちゃちゃって3タップくらいでできますので、よかったら習慣化するために皆さんの携帯のねホーム画面ちゃんにね仲間入りさせてください。というわけでね本当にお疲れ様でございました。また明日もお会いできるの楽しみにしております。じゃあまたね。